ジャン、君のことを探してたんだ。何か急な任務か？勘弁してくれよ。せっかく少しは休めると思ったのによ。あ、そうじゃなくて、ずっとお礼を言いそびれてたからさ。お礼？何の話だ？以前壁外での任務中に僕の読みが外れちゃって、みんなに迷惑かけたことがあっただろ。あの時は僕、頭の中が真っ白になっちゃって。ああ、そんなこともあったな。お前真っ青な顔して黙り込んじまってさ。うん。でもジャンがみんなに指示を飛ばして僕に考える時間をくれたから、なんとか代案を出せたんだ。俺は基本の戦術通りに指示を出しただけだぜ。あんなの誰だってできただろう。あの場面で戦況に合った基本戦術を正確に指示できる人なんてそうはいないと思うな。そういえば訓練兵団にいた頃のジャンは座学も優秀だったもんね。まあ俺が有能だってのは否定しねえよ。何でもそつなくこなせちまうからな。うん、本当にそう思うよ。とにかくあの時はありがとう。君のおかげで助かったよ。ああ。とはいえ、俺はどう頑張ったってお前みたいに突飛な作戦はひねり出せねえからな。そこはこれからも頼むぞ、アルミン。わかった。僕も頑張るよ。